使い方教えてください。にして誰にとるだった長さんわさび。お長さんわさびに。おはようございます。頑張るね。伊賀山市販よりやるわ。まあまあ稼ぐでしょ。めっちゃ1万超える。はい、1万超える。おー、伊賀山どうか安いか高いかは、まあ、安いでしょ。でよくコメント欄に言われるの、だからあんまり人が辞めてくるよって。俺人辞めてること悪いことだと思ってないもんな。人見たのに会社大事にしろよって。じゃあ本当に俺が辞めたら困るだろう会社と思って働いてるんだろうけど、お前辞めても困んねえからマジで。見して見してって、急に女の子みたいなキャラ出すの。使い方教えてください。見してモザイク、これモザイク、まだモザイク、まだオープニング、から出したら視聴率上がらないです、はい、なかなか綺麗な子ですよ。誰にとるだった、あの、あいつ、長さんわさび。お長さんわさびにありえねえはい、今日新人カメラマン横浜に来ております。横浜1軒目別だね。ちなみに視聴者の皆さん、俺はこのハッピーでテンション高いからって朝から一緒に名古屋から来たわけじゃない東京待ち合わせ。そう、待ち合わせで横浜、ここ待ち合わせね。お願いします。おはようございます。イケメンじゃん。若い、まだ若い。あ、はい。お、普通イケメンじゃん。二十歳。お、二十歳、はい。おお、動くわ。うん、めっちゃ走ってる。二回を夜動くかもしれんな。やっぱ若いと足が速いですね。うん、俊敏俊敏。俺の時代もう走れって言われるの。視聴者皆さん、いつもご覧で探してるんですが、通じ合うの見とるけど、ちょっとこの店舗の状況で部下の教育ちょっとまだまだだな。俺ならじゃあ桜下どう成長させなかったんだよ。2年だぞ。そうっす。じゃあ給料下げる話しろよお前。店舗増やします。ただ店舗増やすって言っても、じゃあ今の状態で2人で1500万円いけるかっていうとちょっと厳しいな。今日はこいつ褒めることいっぱいあるんですよ。また次回も今日2本撮るからよろしくします。やるなまあ、初めて褒められるんだよ。すごい笑顔がいい。笑顔だな。うん、ちょっとまだ笑顔。ちょっとこの動画と見比べてほしい。このやりとり。すみません。はい、すみません。過去の映像と。こんにちは。決めんじゃない。決めんじゃない。あ、じゃあハーフじゃない。決めんじゃない。おぉ、足場ってそんなに減るのか。イケメンしついてきた。いくつ何歳。むちゃくちゃいいからでしょうね。若い。でももう若い人も走っとるな。走らしちゃうんだ。そうですね、走らないと行きたいんで。頑張るね。イカヤマ島藩よりやるわ。ねえ、その時走らして当たり前。当たり前行こう。みんな受け。そうです。ちょっと見やすくて。何が。6、4。最初6。いや、こっちが6。ああ、そうだよ、はい。で、あ、ってことはもう金額違う。塗り替えの仕事だとこの金額とかも決まってんのか。いや、決まってないです。あ、このいい受注金によって金額が変わってる。何歳からやっとる。16から。何歳で独立してる。19、20歳ぐらい。あ、もうやって、はい、もう自分でトラック買って。いや、これはもう借りてます。トラックと材料は借りて。あ、トラックと材料なしで6円もらえるんだ。そうです。だけどあれだよね、まあ、2階がどうか安いか高いかは、まあ、まあ安いでしょ、ぶっちゃけ。いや、まあ、どこをベースにしたか。いや、まあ、自分の財布に聞いてくれ。はい、それはやっぱりいいところもあれば悪いところもあればしょうがないです。あ、じゃあそれはそれそんなからなんとこだろう。下から軽いった方がいい。すいません。いやだからお客さんにとってはこれプラスなんだよ。はい、あ、厳しいんだアメリカへってね。言い方ないだよね。はい、そう。もう俺らの言葉ないわだけど。はい、ねえ、その姿勢ごちゃごちゃごちゃ細かいとね。いやいやいや。まあ、そこは甘えさせてくれるとか、そういうのもあるね。はい。もう思うのは自分で商売やっとっても足場屋さんとか頼むとさ、まあ、ここはいいよとかある程度いいよとか。
そういうなんか細かいちょっと直すのをわざわざ現場に来いとか工程当日ずらすやつとかさ、はいはいはい、ちょっと金にならないなってそんなこと言われたらとか、はいはい、あるじゃん、うん、そういうのもあるでしょ。無理くりなんか行ってくる。そうだよね、そうだよね。でそれはもう面倒くせえなとかなるじゃん、はい、で工程ずらされるとかもうなんか朝からやれんでいやいやいや10時まで待機させてしてくれとか、はいはいはい、息子高くて目が痛ねえわとかさ、てかなんか今日みたいに R の屋根がだったりとか、うん、外さない人とか、うん、こっちは基本外したりもするんですけど、ああ R の屋根カポート、カポートの、うん、あ自分たち外すの時もありますけど、うん、やっぱ気使ってくれるお客さんはもう外してくれたり、うちは外したの一応お願いしてます、ね、塗り替え道場さんは確かあの金額がつけてくれるから、うん、そうですね、ああそういうことか、そこは別になんかウィウィンでなってるんですけど、うんうん、本当に金額もなしに、うん、当たり前のように、ああそうだね、俺ももともとトビだから、はい、ずっとね、しかしイケメンだね、なんかホントハーフだよ、ね、ハーフなんですよね、ハーフです、ハーフ、そうでしょ、いやさっき日本人です、日本人、日本人、パパとママのハーフちょっとつぶやくのことで、ここ多分カットカットですか、うん、今後自分でどうしとこうとか考えてるとか、どこになるじゃん、あは考えてます、あ誰か金貯めて、あ YouTuber なのかなって、マジでやめて、お前って言っちゃってごめんなさい、お前本当に、はい、やるやります、 YouTube、 はい、違う違う、ちょいや本当にやるな、俺もう何分の歌だったけやります、本当に、はい、俺や絶対やった、はい、絶対買えない、金って YouTube 上はどうでもいいよ、はい、名刺になるじゃん、はい、SNS って、はい、インスタでもインスタとかやってる、インスタやってます、インスタとかやらないの、 TikTok とか楽だけど、まあ、まずそこから来るじゃん、今の時代だったら TikTok とかって人が出んじゃん、はい、冗談とかペアンとかある、本当にやるの、ちょ俺神経質だよ、本当に、僕やりますじゃなんか俺神経質だから、そうです、俺は神経質です、あ、マジで、嘘はつかないママ稼ぐでしょ、めっちゃ、ね、同年代の、だいたいちょくちょくって悪く言われるけど、ちょっと誰に向かって言ったってよ、まあ、いくら稼ぐんですか、年間、年間ですか、うん、それはもう1万超える、はい、1万超える、1万全然余裕です、おお。やっぱり見てよ、じゃあ大丈夫か、お金はやっぱり稼げるんですけど、結局こういう業界って金遣いみたいな、あ、まあ、そうやっぱどうしても現場仕事で疲れたものをやっぱ自分を癒したいがためにいろんな無駄遣いするんで、結局出費が多かったりとか、それとそこで貯めとんの、あ、自分は貯めてます、結婚してるの、してるの、彼女、彼女は最近別れた急に悲しい振られたかもしれん、振られましたね、はい、振られました、本当、もういい男じゃん、わあ塗り替え、はい、横浜もいいね、いや本当に職人さんに恵まれてるなと、あ他の何職人とかどこなの、あの足場とかですか、あ足場塗装とかシールもいいです、何の人だろうお前、あここだったらこっちだ、どうだろう、でももう今あ自信を持ってお客様にお勧め、もうなんかもうすっごいわそれ何がいいの、何がいいの、やっぱり皆さんプライドを持っていいお客様にいいものを提供して、ほんならみんな持っとるからな、トラック出してくれて6倍だったらいいよね、そうっすね、うん、トラックも安いんですよ、他の会社だと月10万超えたりするんですけど、そのあリスライで4割に入ってないんだ、あ4割には入ってないです、あ入ってないんだ、やっぱ、はい、やっぱそうだよ、はい、だって64でトラックは、あ、そうそうそう、トラック持ちで64で、はい、まあ、材料はその4に入ってるってことだよね、あ、そうです、ドバ代とかないのかかるからね、そうです、10万超えるようなところが多いですけど、うん、もうその半分ですけど、ね、大体トラックとかそういうリース代で、うん、やっぱ会社側からもうまみを出した時に、うん、ちょっと多く支払わせて、うん、多分ここではもう本当にその月々の支払いをこっちが払ってるような感覚ぐらいの、うん、保険とか保険とかもあるし、ね、うまみはないんじゃないですか、その吉田さんを貸せと思って、うん、そのくらい安く貸してくれてるんで、はい、いや俺もなんか今まあね、YouTube で言うところで分かるじゃん、うちの子たち、はい、見たことあるんじゃない、YouTube、 あ、ないんですよ、ね、あの、お願い、いやでも、今日動画一本今日本当に見たことない、チラッとあの、そのお前さグルだよね、嫌いだグルだよ、同じと思ってたのグルではない、でも正直にやっぱり言わないとでもこれから見ようかなと嫌い嫌いです、嫌いです
でも俺もちょっと悩んどるもんな、本当に。まあ、うちもなんで、受けでやらちゃった方が、一生懸命やってるやつにとってもいいし。ただそれ怖いのが雑にならんかな、仕事が。まあそうですね、責任感ない子がやると、金で走っちゃうじゃん。そうです、金だけしか見ないんで。やっぱそういう子もおる。いや、いますね。今もおる。います、います。だからその、何で金もらえてるかっていうことを分かってないと、結局会社のためを思って動くと自然とお金になるじゃないですか、うん、あ、そうだよね、それを理解しないとやっぱり、うん、もうそういうのが大半ですね。例えばどっか傷つけてそれを報告しないだったりとか、うんうん、聞かれちゃうから、そうそうそう、お金しか見てないから、だから結局目の前の話しか見てないってことだよね。そうそう、早く終わらして早く帰りたいとか、うん、そうだよね。でもずっともう若い時から独立して、もう一回営業をかじってるんですよ。やりそうだよね。なんか一回足場抜けて、うん、なんかやりてえなと思って、うん、4年ぐらい前だ、うん、震災から10年経ったみたいなんで、うん、仙台行けんじゃねえかなと思って、うん、震災から10年ちょうど、ん、大体10年サイクルで塗装とかもあるじゃないですか、うん、それを見越して行ったんですよ、うん、結構当たって、うん、結構週1件ぐらいで取れて、うん、ああ、飛び込みで飛び込みです、うん、だからちょうど10年ぐらいだからやろうとしてなかった、うん、あとまだ向こうに余震とかあったんで、うん、で最近なんで辞めちゃった。もう1年ぐらいやっていたんですけど、うん、やっぱスランプみたいに入っちゃって、うん、いや、スランプとかサボり始めちゃうでしょ。いや、もうサボってないです、これは。俺結構もう努力派なんで、うん、もうずっとしたらサボり、なんでそこ笑ったなんで笑ったなんで笑ったの笑いが気になった、失笑は本当に、うん、もうずっとピンポン押してて、うん、でもなんかもう俺結構ポジティブなんですよ。ほんま、全然そう。なんで笑うの？すごいなと思って。ああ、だからいいよ、うんうん。めちゃくちゃいいよ。アピールいいと思う。全然朝。うん。こういうやつ伸びてくるよな。いや、言えるもん。だって初めましてね。元請けの元請けの。はい。こっちにも気使うぐらいなんで、はい、そこの社長がいきなりなかなかやかって言って。これでこんなに喋れるんだもん。すごいと思います。喋れるんですね。すごいよ、はい、この二人より全然喋れる。いやー、すごい喋れる。ちょっと黙ってきます。いやこいつらだって全然入ってこない。お前らが入る動画なの。ほんで俺視聴者になんて言われましたよ。従業員が喋れんぐらい喋りすぎだって。喋れるんだって喋れるんだ。いいな、面白いな。なんかあるなんか。もう俺喋りきったわ。え、お前らすごいって。この二回目なんですね。あ、そうなの。営業っぽい。どう。はい、めちゃくちゃ親切。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 っていうのが、いい意味で接しやすい、関係性がめちゃくちゃ築きやすいっていうか、いい関係性が。ああ、そういうことか。なんかすごく上から来るものではないので、こっちも、なんか。おる、やっぱそういう人いますね。元受けだと、俺たちは元受けだと思う。そうそうそう、足場やみたいな感じで、はい、こいつ別に私のことやっぱ人なんで、うん、会社と会社の前に人としてなんで、ああ、そうだね、やっぱそうなると、うん、なんだろうな、あんまないですけど、でも、うん、まあでもないよね。じゃあ一つのばかしはないです。そうそう、本当にそうじゃん。なんかお客さんのことを思ってなかったらさ、お客さんでその元受けのことね、はい、だって俺らは下請けだったら絶対元受けの顔を見とんだからさ。じゃあその時に接しさんが出てきてもさ、はい、まあ、なんか挨拶するとまた挨拶すると喋ってくるじゃん、はいはい、向こうも。だけどやっぱここが嫌いだったらさ、お客さんにも挨拶、まあ最低限しかしんじゃん、あのもーしかしんじゃん、はいはい、だけどここがね、やっぱ好きだったら、あ、この人が好かれるように挨拶してあげようってなるじゃん。あのもーって皆さんいつもお世話になりますって言うだけでさ、だからでもそれだけじゃ足りないな、まあ、こちらの方面も営業としては優秀だなと思う。全然こっちは喋れとるもんね。どうも、どっちが営業センサーですか。早よな。早よな。どこで喋っていいかって確かに悩む。すごく悩む。悩むことじゃねえ。まあ今日本当にこの社長来てもらって、この会社さんの動画撮ってもらうと思ったのって、本当にまあ僕たち、もう何週かこっち来て、あの足場屋さんに関わって。うん、でまあ、その中でもやっぱり僕たち塗装する側を考えてくれてる足場屋さんだなと思って、うんうん、まあ、社長にも見てもらいたいと思って、今日はちょっとこういうふうに。お前が話すなんか面白くなるね。さんのすいません、すいません。でも分かるわ。でもこれってさ、ほんとさっきのトラック1個の話じゃないですか。俺も自分でそうだと思ったんだけど、優秀なやつってやっぱ見とるから、はい、
でもダメなやつってさ、ダメな会社がいっぱいおるんだって、はい、そこしかねえから、うん、だけどいいやつってやっぱいいところにどんどん移っていくじゃん、はい、やっぱいい会社なんだろうね多分ね。トラックの話聞いても思ったし、はい、そういうのってやっぱ会社の考え方じゃん。俺が本当にまあすぐ辞めてくって言ってもさ、まあ、やめてやめてってこと言うわけじゃん。別にいいよ誰でもおるで別にっていいじゃん、はい、でよくコメント欄に言われるの、だからお前人が辞めてくるの、俺人辞めてくること悪いことだと思ってないもんな、うんうん、で従業員で 大切にしろって言うけどさ、で俺辞めてくやつに見てやるじゃん、お前ら勤めとんのに会社だけにしろよってじゃあ本当に、はい、じゃあゴムだろうって別に、はい、でしょ、逆に俺別に一生懸命やってるやつだったら従業員じゃなくても 大切にするもん、はい、あこいつ一生懸命やってるのはすごいいい子やんと思ったら俺はその人好きになるから、はい、俺そうじゃん、俺従業員じゃないけどあこういうやつだったら俺大切にしたいってなるから、まあ、ぜひ YouTube とかもでもこれがさあうっすーみたいな、そうですね、そうですね、あ YouTube やったら儲かるさいや、まあまあ儲かる、言ったらいいんじゃない別に、はい、お疲れで終わっちゃうじゃん、はい、でそれって人と人の付き合いだからさ、はい、だからなんか人が辞めてることが悪みたいな今そうやって言われてるじゃん、そうですね、うん、だけどそれってさ、そういうコメント書くやつって、はい、まあ多分そうやって思って俺が辞めたら困るだろう会社と思って働いてるんだろうけど、お前辞めても困んねえからマジで会社、はい、ちゃんそうだもん、うん、それ一時は困るかもしれないよ会社は、はい、でもやっぱりね絶対新しい出会いがあるしいい子が入ってきてくれる可能性もあるわけじゃん、はい、それなんかそれエピソードとかあるの、エピソードどう、まあ一番最初それこそ僕が、うん、自力で撮らせてもらったあの現場をやっていただいたんですけど、うん、そこで結構仲良く、うん、はい、そうですね、ブルーだなブいや、いい人、お前らいい人なんだよ、いい人なんだよ、それでもいいんだよ、もちろん、はい、だから本当一人赤がいいよな、多分なんかこういう後輩が入ってくるのも、ちょ、会社の頃話してるわ、あ、吉田そう、あ、はい、うちで YouTube、はあ、やってよ、はい、俺会社でちょっと相談に行くわ、ちょっと話してくれんですかちょっと頼むぞ、あ、よかったな、なんで本当に会社はすごい、うん、連携が取れてるっていうイメージ、あ、本当、その僕たちが言ったことが、まあ、やっぱり自社でも伝わんない、うん、伝わってないみたいな、うん、行く人に伝わってないぞみたいなのがあるんですけど、うんうん、その考え方だよな、それがない、ちゃんと言ったことがその営業の人から伝わってる、ポリカの復帰をお願いしてもいいですか、あ、はい、大丈夫です、はい、すみません、大丈夫です、ちなみに多分壁際、はい、あの壁であった天井との隙間がめちゃくちゃ狭いんで、はい、あのこれが2階の本体も最近あれ何撮るけど設備ビシッペニアを引いて、これはもう最近だけだけど、こういうのってさ、わざわざこれ全部トラックで持ってくるんだよ、手間なんだよこれ、だから気遣いじゃん、うんうん、別に丁寧にやれば別に傷つけんで俺いいっすよって言ってるやつがほとんどね、あ、ほら出ちゃいますね、いやこういうのはもう本当に美味しいな、そこは美味しい、美味しい、美味しい、ちゃんと言ったことがその営業の人から伝わってるちゃんと、うんうん、なんでそこもやっぱり、まあ、かなり重要ですよね、うん、診断のところで、もう気持ち悪いな、しゃべりじゃあもうしゃべれなくなっちゃうカメラはもっとしゃべるのが仕事だぞ、お前も、私もしゃべります、見てるだったらお前何の意味ないんだ、はい、だったらスタンドでいいよ、わかりました、私に板がついて急すぎてじゃあ面白いカメラは今日来てあれですけど、じゃあ最後、まあ、ちょっとあんまり仕事止めるのもあれですけど、この2年で、まあ、何って人がいいけど、まあ、確かにそうです、絶対的に真面目だから、まあ、変なそういう人間としてちゃんと真面目だから、はい、やっぱりだんだんいい職場が揃ってきたのは確かだよな、あの塗装とかシールもそう、はい、こうやって足早さんもそう、やっぱ真面目だから真剣にこいつらの会社のことを考えてるから、まあ、素晴らしいことだなと思う、もうこれはいいよ本当にちょマジあの吉田総合関節社長ぜひうちにください、お願いします、お願いします、冗談ですよ、冗談ですよ、カットされてるけど冗談ですか、大丈夫です、もう自分の意思は関係ないから、次の動画交互期待ですね、こりんたらこっちに移籍したぜひ楽しみにします、よろしくお願いします、お願いします、お願いします、まだ見て、はい、せーの、また見てね、決めとるわ